生の青春は、衝撃師・村山清を題材とした、大崎義雄の2000年のノンフィクション小説、及びその映像化作品。また、演劇台本ともなり、何度か舞台上演されている。大崎義雄のデビュー作であり、第13回新調学芸賞、第12回将棋ペンクラブ大賞を受賞した。また、講談社文庫版が、2012年に、 第2回広島本大賞を受賞。大崎の友人が育てていたノンフィクションライターが病気で急性し、その物語の書き手にフィットする人が見つからず、その友人が漏らした大崎さんが書いてくれるとえ,えんやけどなぁの一言が転機となり、当時日本将棋連盟出版部に勤めていた大崎が執筆を引き受けた。2001年1月6日、新春スペシャルドラマとして、 tbs 系列で全国放送された。制作は村山の出身地である広島県の中国放送と tbs テレビマンユニオンの3社が共同で行った。著者の大崎と信仰があったテレビマンユニオンの元会長、萩本春彦が本作に惚れ込み出版元の講談社と自家判版指定映像化権を獲得テレビドラマ化が実現した。本作は テレビプロデューサーであった、萩本の遺作となった。2016年11月19日公開。第29回東京国際映画祭、クロージング作品。村山を演じた、松山健一、羽生義晴を演じた、東出正夫それぞれの役作りなどが話題となった。ありがとうございます。